インって許されるからな、サッカーで、うんうんうん、ナッシュフォードとか多分その典型ですよね、うん、悪気はないんですよ、ね、めちゃめちゃいいやつだと思う。あ、なんかあれ昔あれペペがめっちゃ練習する子だったんでしょ。ああ、はい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 、ニコラスペペの話ですか。そうそう、ああ、はいはいはい、すげえ残酷な話じゃないそれ、うん、めちゃくちゃ練習したけど、はい、もうマークついてる冨安にさ、オーバーラップ来てる選手のこともマークしろって指示しちゃうみたいなさ、はい、あれ天然俺らは、はい、あの時の、はい、見てた人はペペ何サボってんだよ、サカならそこ戻ってるぞみたいな、はいはい、って感じだったけど、はい、違うよねあれ。ペペとしては、はい、あれがベストだったんだ、はい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 、ペペはなんかなんでしょう、柄悪かったり、うん、やんちゃとかだったらまだなんていうでしょう、救われたんかなみたいなところはあるっすもんね。結構ね、アフコン終わった後めっちゃ練習してるの、すごい仕上がりも良くて、コーチ陣たちも全員褒めてて、でもああいう形になってとか、うん、夏の時もなんかメルテザッカーがペペマジ仕上がってますみたいなことをインタビューで話してて、根っからは結構いろいろ考えてるタイプなんだろうなみたいな、だそれが求められるかどうかはまた違うみたいな、とか考えてる方向性がちょっと正しい方向なのかな、はい、俺だってさ、めちゃくちゃ、うちでこう俺にアドバイス求めたりとか、はい、めっちゃ結構ストイックっていうか、いろいろ頑張る子がさ、はい、その子右ウィングでしか使ったことない、はい、で、その日も右ウィングで出したんだけど、はい、同じサイドのフォワードに、ポジションどこって聞いてたの、はい、ある意味ペペじゃん、それって、すごいっすね、そう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 、ね、って時に、いや、俺は、いや、天然回転あったんだけど、はい、笑ってちゃダメだよね、監督俺含めてダメだったもともとの気質が芸人だからさ、突っ込みたくなりますもんね、そのままね、それはしっかり、いや、お前このままじゃダメだねって言ってあげなきゃいけないんだけど右でしかってない子が同じサイドに、うん、ね、4-4-2 でさ、はい、同じサイドに前に選手いたら、もうそれはフォワードじゃん、はいはいはい、それでフォワードって聞いてたもん、すごいですね、そうそう、面白いな、ポテンシャルありそうですね、そうだ、こういう話むちゃくちゃ増えてくんだけど、うん、これ、はい、結構時間経たないと話さない、話せない、今言うとチームの選手たち傷つくでしょ、はい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 、だから数ヶ月前の話とかできない、あ、それも数ヶ月前の話、基本もうホットな話題はできない。いろいろみんなで、追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところ知りたい人は、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。